番長ミルクです。今はコロナの影響で劇団四季のリハーサル見学会をしてないと思うんですけど、そもそもリハーサル見学会って何なのかっていうと、その日に出演する俳優がどんな風に本番前とか本番後にリハーサルをしているかっていうのをお客さんたちが見学できるっていう会があるんです。見学できるのは実際に舞台を見るお客さんだけなんですけど、私も劇団に入団する前にリハーサル見学会に行ったことがあります。私が見に行ったのは確かジーザスクライストスーパースターのリハーサル見学会に行ったんじゃないかなと思うんですけど、そこでは出演する俳優たちが警告とかジャージを着て、中には本番と同じ衣装を身につけてお稽古をするんですよね。劇団四季ってどういう風にお稽古をしてるんだろうって、最近では YouTube にアップされたりテレビで特集組まれたりすることもあると思うんですけど、私が入団する前はそういうものがなかったので、舞台俳優ってどうやってお稽古してるんだろうっていうのが全然わからなかったんですよ。なのでリハーサル見学会に行くくらい俳優のことを身近に感じられる機会がなくって、すごい楽しみにして見に行ったのを今でも覚えています。出演している時もリハーサル見学会あって、出演している俳優たちが舞台でお稽古をしているのを客席から見ることが多かったですね。サウンドオブミュージックってワルツを踊るシーンがあるんですよ。本当に一瞬なんですけど、その一瞬のワルツのために出演者はめちゃくちゃお稽古をしてるんですよね。そのワルツのお稽古風景をリハーサル見学会で見せるっていうのを昔やっていたような気がします。どういう流れでするかっていうと、リハーサル見学会を見たことがない方のためにざっくり流れをお話しすると、シーンに出てくる俳優たちが舞台上にずらっと並ぶんですよね。作品の中で最もダンスについて優れている人のことをダンスキャプテン、サポートしてるのを副ダンスキャプテンって言ったりするんですけど、同じように音楽で一番優れているっていう人が音楽担当もあるんですけど、そのダンスキャプテンとか音楽担当の人が客席に座って、舞台上に出演する俳優たちが立って、お稽古はこれからどういう感じでするのか、何を目的にお稽古をするのかっていうのを最初に話します。でそれから実際にいつも踊っているようにワルツのそのシーンをみんなでやってみるんですよね。最初は音楽を流さずにダンスキャプテンが手を叩きながらカウントしていきます。 1,2,3,1,2,3,1,2,3 みたいな感じで、最初はゆっくり 1,2,3,1,2,3 っていうのを手でカウントして、それから徐々に速くしていったり、アドバイスとか、意識すべきことを伝えます。直すべきところがあれば具体的に誰々さんもうちょっとこういう風に動いてくださいってアドバイスして、それからある程度ダンスキャプテンのアドバイスしている通りに俳優たちが動けるようになったら音楽をつけて踊っていきます。出演している俳優っていうのはお稽古をしっかり積んで舞台に出演するので、もちろん出演レベルに達している俳優しかいないんですけど、さらにより良い舞台を作るためにブラッシュアップ稽古みたいなのをリハーサル見学会ですることもあります。音響さんに音楽を流してもらって、ダンスキャプテンが指摘したところを意識しながら動いてみるんですよね。休演日以外は毎日1回とか、土曜日は2回公演なんですけど、ちょっとだけ求められている演出とズレが生じてくる場合もあるんですよ。ほとんどの場合はお客さんに気にならない程度の小さいものなんですけど、それでもダンスキャプテンとかその作品のことをすごく知ってる人から見ると、あ、もうちょっとこうした方がいいんじゃないっていう、よりハイレベルな要求っていうか、もっと皆さんできるでしょうみたいな感じにお稽古が白熱して、そういうのをお客さんが見れるのがリハーサル見学会です。リハーサル見学会を見たお客さんの中には、俳優に対してすごく厳しいこと言うじゃんって思う方もいらっしゃるみたいなんですけど、大体リハーサル見学会の時はお客さんがいるので、そんなに厳しい感じにはならないんですよね。優しい言葉を使ったり、そんなにピリッとした感じにならないようにはしているんですけど、リハーサル見学会に行ったお客さんの中には、劇団四季の俳優ってすごい厳しいお稽古を乗り越えて舞台に立ってるんだって SNS でつぶやかれる方も多いんですよね。本当のお稽古の時はもっと厳しいからってちょっと思いながら当時 SNS を見てましたけど、そういうのが垣間見えるのがリハーサル見学会です。劇団四季のお稽古って本当にレベルが高くって、でこの間インスタグラムにこういう質問が来ました。開演前は毎回リハーサル見学会でしているようなリハをしているのですかっていうのがあって、
毎回リハーサルをしているわけではないです。っていうのは劇団四季の作品はロングラン作品が多くって、1ヶ月とか2ヶ月とかで終わるものももちろん中にはありますけど、だいたい年単位で行われているんですよね。なので出演前の稽古段階の時にめちゃくちゃお稽古して、それから本番に立つっていうのが基本なんですけど、その後にブラッシュアップ稽古としてリハーサル見学会みたいにお稽古をすることもありますし、あとは新しく出演される俳優さんがいる時に一緒にお稽古をしたりっていうこともありますけど、稽古ない時の方が多いですね。もちろん特別カーテンコールとかイベントがある時はそのお稽古をします。特別カーテンコールっていうのはクリスマスとか千秋楽とか何周年記念とか、そういう特別な時にだけするカーテンコールがあるんですよ。基本的には毎日舞台が行われているので、舞台の詳しい方からアドバイスをもらって、それを意識しながら舞台に立つ感じです。作品の中にはいろんな役割があって、音楽のプロフェッショナルだったら音楽担当とかダンスキャプテンとか、そういうのがあるように、演技指導の方とか公演委員長っていうその作品の中で偉い人とか、サポートする副公演委員長とか、あと音響さん、衣装さん、床山さん、ヘアメイクさんとか、いろんなプロフェッショナルの方が集まって一つの作品を作っているんですけど、そういう方から気になることがあれば、その都度本番前にアドバイスを個人的にいただいたり全体にいただいたりして、より作品がいいものになるように皆さん意識して作品取り組んでるんですよね。毎回リハーサル見学会のようなリハーサルをしているわけではないです。ただ、本番前にみんなで集まってリハーサルをしようっていう形は取ってないですけど、自分で発声練習をしたり体を動かしたりウォーミングアップをして、バレエレッスンとかジャズダンスとかいろんなレッスンがあるんですけど、自分が本番にいい状態で迎えるように練習をして出る方も多いので、まあ、リハーサルっていう形は取ってないけど、毎日自分なりに自分のコンディションが良くなるようにお稽古をして舞台に取り組んでるような感じですね。で、ちなみに私が舞台に立ってる時にどういう風に自分のコンディションを整えていたかというと、私の場合はしっかり練習してから出たくてっていうのは、何年間もやってる舞台でも今日舞台を見に来るお客さんは今日の舞台しか見ないわけじゃないですか。前日の舞台とか明日の舞台は基本的には見ないわけなので、その方に確実に台本の、伝えたいこと、その役柄が求められていることっていうのを明確に伝えられるように歌や演技動きの練習をめっちゃしてましたね。歌とかダンスとか演技の練習を本番前にするっていうのはなんとなくわかると思うんですけど、私は自分の見せ場となるシーンがある役をいただいていることが多かったので、例えばウィキッドのネッサローズの時に足が不自由な車椅子の女性の役だったんですけど、靴に魔法がかかって初めて自分の足で立ち上がるっていう、まあ、ちょっと見せ場のシーンがあるんですよね。舞台の前方でお姉ちゃんの主役のエルファバが見てるところで、私が一人で立つからちょっと待って見ててみたいなシーンがあるんですよ。最初はうまく立てなかったりするんですけど、それから徐々に自分の力で立てるっていうすごい見せ場のシーンがあったんですよね。すごい不安だったんですよ。毎回ちゃんと立てるかなって。もちろん普通に日常生活を送れるくらい歩けるんですけど、今まで車椅子だった人、今まで足が不自由だった人が立つってどういうものなんだろうっていうのを日々追求してたので、今日の私ちゃんと立てるかなって思ってめっちゃ練習してましたね。その練習してるのを大先輩がちらって見ちゃった時があったんですよ、本番前に。でその時にいつもやってるでしょって言われちゃって、まあそうなんですけど不安なんですよね。そういうこともありました。すごい心配性っていうか、自分ができるかどうかっていうことに対してめっちゃ心配症なんですよ。大丈夫かな私っていう、大丈夫かなっていうのを確認したいがためにめちゃくちゃ練習するタイプで、舞台に立ってない今も同じで、例えば勉強とか目指してる目標に対してちゃんと私やれてるかなっていうすごい不安なんですよね。旗から見たらいやもういけるっしょみたいなレベルでも、いや10回練習して10回 120% の実力を出し切れるかどうかっていうのが心配だから、とりあえずあと20回やるわみたいなタイプで、本番前もめっちゃ練習してました。何回こける練習すんねんっていう感じで、足にあざとかありましたもん。ネスタローズの役って2幕は白と黒の横のしましまのタイツ履いてるんですよ。おそらく足が不自由な方って足の筋力が弱くなるので
足が遅くなっちゃうんですよね。その細くなった足をなるべくそういう風に見せないように太く見せるために横縞のタイツを履いてたんじゃないかなって私は思うんですけど、まあ私個人の解釈ですけどね。そのタイツの下は青あざでいっぱいでしたね。なのでミニスカートを履くときは絶対に黒のタイツであざを隠すようにしてましたね。何があったんだっていうレベルで青あざができていたので、まあそんなこともありました。以前質問をいただいた開演前に毎回リハーサル見学会でしているようなリハーサルをしてるんですかっていう答えは、毎回はしてませんが、それぞれ個人で自分なりのリハーサルをして取り組んでいるっていう感じです。 Clap.